ガイド役の小野です。この動画ではトレーニングの学習形式の解説をいたします。自分に合った学習形式とコースを選べるようになるはずです。まずはレッドハット公式ホームページへアクセスしましょう。このような画面が表示されましたでしょうか。ここから実際にコースを選択していきます。こちらのフィルターから製品や学習タイプを選択いただければ絞り込みが可能です。また検索ボックスからコースコードを入力することで関連するコースを抽出することもできます。レッドハットでは受講者のニーズに応じて様々なトレーニング形式をご用意しています。では、各トレーニングの形式を解説いたします。トレーニング形式は全部で6種類あります。大分類はインストラクターによる指導か、セルフスタディか、この2つです。すべてのトレーニング形式において演習環境が備わっています。インストラクターによる指導の場合の主な特徴は、スケジュールが固定されている、質問と双方向のやり取りができる、短期間で集中して学習できる。一方、セルフスタディは24時間いつでも利用可能。自分のペースで学習できる。繰り返し学習ができる。といった特徴があります。決められた期間内で学習したい、または双方向のコミュニケーションを取りたい方はインストラクターによる指導。自分のペースで繰り返し学習したい方はセルフスタディがおすすめです。そして、それぞれに3つのコースがあります。レッドハットの認定会場で行われるクラスルームトレーニング。自宅、会社等オンラインライブの環境で行われるバーチャルトレーニング。お客様が場所と日時を指定できるオンサイトトレーニング。HTML ベースのテキストで自習するのがオンラインラーニング。講義ビデオで自習するのがビデオクラスルーム。すべてのコースのオンラインラーニングとビデオクラスルームを1年間使えるのがラーニングサブスクリプションです。例えるなら、クラスルームトレーニングは講師がいて日時が決まっている学校。バーチャルトレーニングは学校のオンライン授業。オンサイトトレーニングは講師を招く家庭教師。オンラインラーニングとビデオクラスルームはいわゆる e-learning です。ラーニングサブスクリプションはすべての e-learning が自由に使える年間パスポートといったところです。表にするとこのようになります。いかがでしたでしょうか。時間や場所など自分にマッチするコースが見つけられそうでしょうか。さらに詳しい情報が知りたい方は弊社までお問い合わせください。誠意を持ってご対応させていただきます。それでは、知識だけでない実践力を身につけるレッドハットのトレーニング、お楽しみください。